お疲れお疲れっすー。洗いたいたい。これで全員か今起きてんの。6なんで全員っすね。はい、結論から言うと、はい、俺起きれないし管理者いないのでアリス解散します。楽なって。わかりました。うん、ちょっと今までちょっと頑張ってくれてこんな形で終わらせてしまうのはちょっとすごい申し訳ないんだけど、ちょっと管理できる人間がいない以上はちょっと解散するしかないので。まあここの島もともとモズから譲り受けたもんだからモズに返すのが筋かなと思ってないけど、まあ同盟やらなんやらでちょっといろいろとよくしてもらったからシャンクスに引っ張ってきた。そうなんすね。うん、だからもうここもうあれこれ 100%。 ああ本当は島もう変わってますね。あ本当だ。うん、モズとのあれは大丈夫なんですか、関係性みたいなの。あ、別に合併は今回しなくて解散だから。ああで、売った理由が要はビジネスで売ってるからお金かかってる。あ、そうですね。そうだからそこは別に筋は通ってる。これが上げちゃうとかあったらちょっと筋通んないかなとも思うけど。はいはいはい。そう。みんな頑張って。じゃあ今後そんな長い話嫌いやから。はい。わ、はい、かりました。うん。思い出話とかする？昔はハンドガンだけで大型行ってましたね。まあ、そんな話もういいって。マジで10回以上聞いてる本当に。せやな、ハンドガン縛ってたな。物資もったいなかったからな。うん、まあまあいろいろあったけど1年間ほんまありがとう。いやこちらこそありがとうございます。拾っていただいて。うん、いや全然全然。また2年後に集まろうぜ。あれシャボン、あれシャボンで集まろう。シャボンで。オッケー。これはじゃあ解散で。オッケー。はい、解散した。カラーギャン解散したから、向こうの昇降艇の方にあるあれも解散すればあと終わりか。なるほど。うん、以上っす。俺は白市民パスさっさと、ちょっと白市民として表のフロント企業をちょっと専念するわ、しばらく。わかりました。うん、はい、はい、どっかギャンが入ったとしても俺白市民のおじさんだと思っていじめないでくれな。はい。こっちギャングやぞっつっていじめないでくれ。急に立場上になったからって遅延するで俺。さすがにヤバすぎる。うん、まあちょっとほんま短くてなんかすごいあっさりしてて冷たいように感じるかもしれんけど、ほんま感謝はしてるし、本当はいっぱい喋りたいから。けどまあ、こんなもんにしとこう。時間もったいないんで。これ、頭の上のこれが消えないのは。あ、それを今から消してくる。ユニオンは昇降艇だから。そう。なるほど。じゃあ、一緒に行って、シュガーピン飯食ってもらう？ありっちゃありです。うん、よし、行こう。でも、俺でいいや。空気っす。じゃあ、ちょっと俺、上の方で解散してくるわ。はい、あ、了解です。はいはい。お疲れ様やね。お疲れ様やね。お疲れ様やね。お、これからどうすんの？なんだそのデカスピーカー。いつもこれだよ、すごく。あ、そうなんだ。まあ解散したばっかで、まあちょっと余韻もあると思うけど。余韻。おのおのどうするかのその面談をしてて、はい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 、で何人かはもう聞いてるんだけど、ここにいるメンバーだと小沢とツンは聞いてないのね。今どうする？まあ難しいか、すぐ答え出すのは。まあ要はまあそのちょっとね、過保護かもしんないけど多少やっぱできることがあるんだったらと思ってるから、うん、繋いであげれることはまあできるから、まあそれでもその、いや、もう大丈夫ですって言うんだったら自分の力で、一旦どうするか考えて動いてもいいから、まあ今の段階でどうかなっていう話やね。
自分でどうにかするかな、そこら辺に関しては、うん、自分で動くね、うん、OK、 小沢も自分で動くね。さすがに解散した後まで面倒を見てほしいとかいう、うん、そのわがままはさすがに通用せんと思ってるから。 OK、 今さあの2階でそのギャングのメニュー見てきてん、はい、で1人ずつ消してたんやけど、あの役職あるやんか、なんかリクルートとかボス、ああはい、猪狩がボスだったからちょっと猪狩だけ残しとくわ。え、猪狩がボスだったからもうあいつだけ残しとくわ。え、ブラボスだったってこと？そう、あいつ一人アイリス今度。え、ひっそり残っていくってこと？アイリスが、あいつも知らず気づくまで、ヒカリさんの魂の中に入ってるってこと？アイリスはかっこよ。だエリア取りの方は多分入ってないけど、こっち入ってるから、あいつあれ頭の上に輸入も出せるんだと思う実は。そうなんだ。でも言ってた言ってた、俺なんか頭の上にユニオン見えるんだよねって言ってた。みんなあれだ、どこ行くとか別に決めてないん、今後全く全くですね。まあ決める時間もなかったっていうか。いや、まあまあまあすまんな。ああ思いついたらパッパと動かしちゃったからすまんな。一応僕は興味はあるとこあるっすね。お、なんか一応その脳裏見に興味あるんですけど、この件が全部終わったらモンディさんからも連絡欲しいって言われてて、うん、まあちょっとどういう感じかわかんないですけど、まあ一応一旦いろいろ話はしようかなと思ってますね。うん、はい、そうやね、ゆっくり決めたらいいと思うよ。俺は白パス取って小工程とタクシーとバイクやってるわ。出してくれっかな、パス。さすがにあれ捕まってないっすよね。捕まりました、ここ最近で。全然捕まってないし、結果も残してない。ああ、だったらじゃあいけるんじゃないですか、うん、誰から白市民パスもらうのが一番おもろいと思う？わかんないけど、誰かな、誰だろう、てか誰がってなりそうな人発行できるんだろう、ミンドリどうすか。あー、ミンドリ、うん、うちにもともとね、いろいろありましたけど、勧誘とかの話も出てましたし、ミンドリ、そうだね、おもろいと思いますよ。うん、うん、びっくりするんじゃない。びっくりすると思う。ミンちゃんスワットの方だけど、ミンちゃんくれるかな、白紙にパス利用してくれるんじゃないですか、ガニサス。ガニサスね、暇だったら、うん、いけそうっすけどね、うん、今から見届けに行く。ああ社長が白市民パス取れるか一緒に行く。確かに。ちょっと気にならん。見に行きますか、見に行こうぜ。みんちゃんに電話しとくわ、じゃあ。はい、いいでしょ。よし、全部終わった、終了、アイリス終わり、なくなりました。もう島も見えないですけど、アイリスないです。もう僕は今日はアイリス、今日から僕はアイリスじゃないです。はぁ、やったー、最高だ、やったー、解放されたー、イエーイ、好きなことするぞ。もう関係ないからな。あとはみんな勝手にやれ。俺はもうアイリスじゃねえからな。ああ、もう、すべての重圧から解放されたから。はぁ、もう今日からもうやりたい放題じゃ、もうこれで。来たわ。もう最高や。もう何も考えないからね。自分のことだけしか考えません。自分のことしか考えません。もう知りません。瞑想したから。あ、そうなんだ。誰？え？おいっすー。声は聞こえるからね。いっぱい来たんだけど、いっぱい来てるんだけど、いろんな人が。あ、じゃあ、あれ勝負さんは？あ、そこにいるよ。あ、本当？おはよう。おはよう、ジョーカー。多分の社長から聞くと思うけど、うん、アイリス解散したから今日で。そのサクッと、サクッとじゃないのか分かんないけど、うん、え、なんで。まあいろいろあってな、大変だったんだな。もうなくなったよ、もう存在しないわ。もうない。ラジオカーどうすんの、足洗う。
え、洗うわけないだろ、ギャング。どっか行けるなら行くよ、俺。今半足洗って来いよ。警察？やだよ。行かないと。アダマ？警察は行くつもりはないわ。来なきゃ殺す。なんでだよ。おい、来い。なんで。来なきゃ殺すぞ。やだやだやだ。お前、おい、おい、銃向けられてんのか手上げろ。警察人いるだろ、今いっぱい。いない。ほんのに？いない。頑張ってんじゃないの？いない警察は。単純に人員不足ってこと？今。まあ人員不足やね。まあミコダとかもね、最近だと辞めちゃったのもあるから。まあみなミコダがいなくなったせいじゃないけどね。まあ前からか。うん。いやでも一緒にずっと動いてたからちょっと寂しかったんじゃないの？やっぱ。まあでも誰かから入ってるイコールその人がメカニックってわけでもないですよ。まあ前からうすうす分かったし。ああそうなんだ。うん、そんな急じゃなかったから。そうだよ、ね、どんどん日々覚悟してたから大丈夫よ。なるほどな。うん、まあ今日からだから取り締まれないからな、アイリスはもう残念ながらないから。頑張ったよ、お疲れ、ジョーカ。ありがとうな、ジョーカ。最後までいたもんな。まあそうだな、飲み抜けてたやめてたからね、みんな。そう、最後までいて偉かったやん、ジョーカ。やれることはやってよ。あー、また1から頑張れ、ジョーカー。そうだね、また0から頑張るわ。0からな、0なん？え、何が0なん？いやいや、0から、いや、その辞めたか0からってことだ。うん、うん、そうそう、頑張れ。うん、ちょっとみんな行ってるか行ってくるわ、またな。まあやっぱ真っ先にミゲス、コミネ、ゴンには伝えたいね、優先順位で言うと。俺の中ではこの3人にやっぱどうしても伝えたい、最初に。一番頑張ってくれたメンバーだから、俺はもうこの3人にはどうしても伝えたい。やっぱだから順番で言うと、一旦コミネさん電話してミゲスにも連絡して、で島取り終わった後ゴンに連絡しよう。でそっから組織に、組織のとこに連絡してっていうところでかな、今日は。まあ寂しくはなるな。まあでもあっさりしてたけど、なんか、あ、やばいなぁ。ちょっと、涙腺が弱くなってきてる。いや、なんかいろいろなんか今までの、こととか考えてきたら、ちょっとなんかやばいな、だいぶ。ごめんな、力不足で。悔しいわ、正直。
ちゃうしよ、ごめん、マジで。しんどかったな、でもしんどかったし、いろいろあったけど、いやでも楽しかったね、やっぱ。まあやっぱみんなね、今からやめて新しい一歩を踏み出すところだから、みんなの前ではね、まあちょっとこういう弱いところは見せれないから、やっぱこの時もそうだったけど、ごめんな、マジで。もう謝ることしかできないよ。姿はあの
アイリス、ありがとう。もう思い出は全部消した。ありがとう、今まで。新しい人生を歩む俺は。ありがとう。